演舞開演。どうも、本日はこちら、あやいちごジャム日向夏ブレンドを食べたいと。これ宮崎県で作られているジャムということですね。日向夏、以前は熊本だったんだけど、そういう九州地方メーカーの、だろうかな。どんなのなんだろう。見た目は普通のいちごジャムですね。あれちょっとトロッとしてるのかな。では早速食べてみたいと思いますが、さすがにこのままで食べると、なので本日はこちらのパスコ全粒粉パン、麦の恵みにつけて食べてみたいと思います。こちらも初めてですね。全粒粉ってことは食物繊維がたっぷり、体にも良さそうです。開けた瞬間に麦のいい香りがしてきますね。ではいちごジャム塗ってみます。はい、塗り終わりました。ではいただきます。やっぱりただのジャムとは違うのかな。日向夏果汁ブレンドと書かれていたので、ちょっと酸っぱいのかなと思ったのですが、そこまで強烈に酸っぱいっていうわけではないですね。普通のいちごジャムよりちょっと酸味が強いかなぐらいの感じです。なので強烈な酸味が好きという方にはちょっとかもしれませんが、いちごジャムが好きという方には普通に美味しく食べられると思います。いちごの風味はしっかり感じられて生きていましたよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。